東京マラソン2011提供車両 E72 アクティブハイブリッド X6 はドイツの自動車メーカー BMW が製造販売している SUV であるフロントリアインテリア2008年1月の北米国際オートショーで量産型が発表され同社の SUV である X5 と共に米国サウスカロライナ州スパータンバーグ工場で生産される ハードウェアの基本を X5 としながら SUV とクーペを融合させたスタイルが外観上の特徴。ターボチャージャーも X5 に先駆けて導入された。走行状況や車両状況に応じて駆動力を臨機応変に左右のリアホイール間で配分する BMW の新技術であるダイナミックパフォーマンスコントロールを初めて装備した。 2009年後半にアクティブハイブリッドバージョンを市場投入予定。X6 の車内モデルコードは E71、アクティブハイブリッド搭載車は E72 である。乗用車であるものの BMW ではコンセプトとしてスポーツアクティビティクーペという造語を用いることにより BMW が発案した全く新しいカテゴリーの自動車であるとしている。詳細は BMW 回16を参照2014年6月発表。欧米では2014年12月から発売が開始される予定である。日本では同年8月に発表され、ザドライブ 50i が同年12月から、ザドライブ 35i が2015年2月から納車される予定である。2019年7月3日発表。エンジンはガソリンエンジンとディーゼルエンジンが用意される。 M50i には最大出力 530HP の直噴4.4リットル V 型8気筒ガソリンツインターボエンジンが搭載される2019年8月30日ベンタブラックの派生素材で塗装した特別モデルの製作発表フランクフルトモーターショーで公開する予定 555PS の BMW X5M X6M 発売 BMW X6 新エンジンで燃費改善。2012年9月24日閲覧。BMW X5M、X6M にブレーキエネルギー改正システム搭載。2012年9月24日閲覧。SUV 系ハイブリッド、BMW アクティブハイブリッド X6 受注開始。2012年9月24日閲覧。 BMWX6 の乗車定員が5名に変更。2012年9月24日閲覧。BMWX6 がマイナーチェンジ。2012年9月24日閲覧。BMWX6 新型、公式発表、過失容量をアップした第二世代。2014年6月15日閲覧。BMWX6 がフルモデルチェンジ。 2014年8月9日閲覧。BMW X6 新型、SUV クーペが3世代目に、欧州発表。レスポンス。2019年7月6日閲覧。独 BMW、世界で最も黒い物質まとった X6 を披露名。CNN、2019年8月30日閲覧。ありがとうございます。